ホテルグラムへようこそ。今回はですね、ホテルメトロポリタン山形に宿泊しております。こちらのホテルはですね、 JR 東日本が運営するホテルメトロポリタンの一つでして、山形駅ね、ほぼ直結となっております。今回なんですけれども、新しくできたサウスタワーのシングルルームに宿泊しております。とてもね、綺麗で落ち着きのある部屋になっております。それでは早速ルームツアー行ってみましょう。はい、それではルームツアー始めていきます。今回の部屋はですね、こちらサウスタワーの山形駅のね、方面を向いたお部屋となっております。お部屋のドアはですね、このように黒い色合いになってまして、そして床はですね、こんな感じでおしゃれなね、模様の入ったカーペットが奥の方まで敷かれております。入り口すぐ横にこちらルームキーを挿すところと、お掃除のサインを出すボタンがありまして、そしてね、こちらにすぐ姿見が上から下までね、用意されております。その奥がですね、バスルームの扉となってまして、正面がお部屋、そして右手がですね、このようなね、おしゃれな格子状のね、ドアのついたクローゼットになっております。まずそのね、クローゼットから見ていきたいんですけれども、こんな感じでね、完全に閉まってるわけじゃなくて、こういうふうに格子状の扉がついております。はい、まずね、右手をスライドして開けますと、こんな感じでね、ラゲッジラック、そして左手のキャビネットの横に靴べらにブラシ、それからシューポリッシャーとね、用意されてます。上にはですね、ハンガーが3つかけられてまして、クリップ付きのものも1つ用意されてます。スライドして反対側なんですけれども、こういう風にね、キャビネットがあって、上にはですね、左手にアイロン台がね、小さいものがかけられております。キャビネットの上にはですね、ヘアドライヤーに、小さめのね、アイロン、それからランドリーサービスや宅急便のね、伝票も置いてあります。その下の段にですね、セキュリティロッカーと消臭スプレーの用意がありまして、一番下にはですね、スリッパが用意されております。こちらに常備灯もついてます。はい、そしてね、お部屋なんですけれどもね、こういった雰囲気となっております。一番小さいタイプのお部屋なんですけれども、しっかりね、ゆとりがあって、ベッドもね、こんな感じで大きめなものが用意されております。まず右手のね、デスクのエリアなんですけれども、こんな感じでね、大きなデスクと、上にね、テレビが取り付けられております。テレビはですね、パナソニック製となってまして、その下にコンセント、 USB のポートもあります。ティッシュにアクセサリーケース、それからメモ帳にペン、電話にデスクライトもね、こちらにあります。電源もね、2つ追加でこちらにも用意があります。手前にあるのがね、テレビのリモコンやルームキーのね、ケースですね。はい、で、右手下のね、引き出しの中にマグカップとグラスが用意されてまして、はい、で、奥のケースにですね、ティースプーンにミルクやシュガー、それから煎茶のティーバッグ、UCC のね、ドリップコーヒーが用意されています。で、下の棚には、電気ケトルが用意されています。で、デスクの下にはですね、このように大きなね、ゴミ箱の用意もありまして、椅子はですね、こういったシンプルにしっかり厚手のクッションがついた椅子になっております。はい、で、デスク下のね、引き出しなんですけれども、このようにケーブル類や鏡ですね。で、デスク下のね、扉を開けると冷蔵庫がありまして、中にですね、お水が1本無料で用意されております。デスクの横にですね、細長いタイプの空気清浄機がね、置かれております。で、デスクからね、左手に向くと、このようなね、椅子とテーブルが用意されてます。椅子はね、しっかりクッション性のある素材でして、このようなね、クッションも置かれております。今ね、カーテン閉めてますけど、開けるとですね、結構大きな窓が見えてきます。すぐ正面にね、山形駅がね、見えてきます。それではベッド周り見ていきます。こんな感じでね、ダブルベッドぐらいのね、大きさのものが用意されてます。床の模様と同じくね、赤やピンクっぽいね、色合いのベッドカバーが置かれてまして、上にはですね、ホテルメトロポリタンロゴ入りの、ルームウェアがね、用意されてます。はい、またね、同じく赤系の色のクッションが置かれてまして、その後ろに厚手のね、枕が2つ用意されております。マットレスもね、しっかり厚みがありますしね、布団も結構ふかふかしているので、ゆっくり眠れそうです。ヘッドボードなんですけれども、モダンなテイストで、お部屋のね、電気のスイッチ類用意されてます。はい、で、その左手にですね、くぼみがありまして、その中にコンセント USB のポート、そしてね、奥にですね、アラームの用意もあります。ヘッドボードの後ろなんですけれども、こんな感じでね、おしゃれなデザインの壁になってまして、こちらには、バックライトがね、ついてます。奥から見るとね、こんな感じのお部屋ですね。それではバスルーム見ていきましょう。はい、こちらの扉をね、開けますと、中はですね、こんな感じのテイストになっております。
はい、とてもね清潔でモダンな雰囲気になってまして、手前にハンドタオルとね小さめのタオルがかけられております。そして入ってすぐ左手にトイレがありまして、通透性ですね。はい、で流すボタンやねウォシュレットのボタンもこちらにまとめられてまして、トイレットペーパーも2ロール用意があります。はい、で下にねゴミ箱もあって、シンクはこんな感じの四角いタイプですね。鏡の下に、棚がありまして、左手にコップ、そして真ん中にですね細かいアメニティ類まとめられております。手前に歯ブラシ、コットン、綿棒、それからね入浴剤の用意もあります。でその後ろにカミソリもありまして、シャワーキャップにヘアバンド、ボディタオルもあります。であと後ろにねヘアブラシもありまして、右手にですねホテルメトロポリタンロゴ入りのねフェイス&ハンドウォッシュがありまして、あとねお風呂の方にあるんですけれども、同じくねホテルメトロポリタンのオリジナルのねボトルで、ボディーソープ、コンディショナー、シャンプーとね要は3種類用意があります。はい、で棚の上はですねこのように大きなね鏡がついてまして、トイレの上にはですね、バスタオルが用意されております。はい、でバスタブなんですけれども、手前にバスマットがかけられてまして、白くてね清潔なバスタブが用意されてます。でシャワーなんですけれども、このようにカランがあってしっかりね大きめでモダンなタイプのヘッドがついております。はい、いかがでしたでしょうか。サウスタワー全体、そして、ね、もちろん部屋の中もとてもね綺麗でおしゃれな雰囲気になってました。置いてあるね備品とかも含めて全てが新しくてね、シングルルームなんですけれども、そんなにね、狭さは全く感じなくて、デスクも広いですし、ベッドもダブルサイズあるってね、とても快適に過ごせる部屋となっております。まあバスルームもですね、まあ、ユニットタイプではありますけど、とてもね綺麗で雰囲気がいいですし、アメニティもね、入浴剤や、シャンプーとかもねオリジナルのボトルが用意されているので、ここら辺も嬉しいポイントです。ホテルグラムではですね、このようにいろんなホテルのお部屋をルームツアーの形でたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンたくさんいただけると嬉しいです。それではまた次のお部屋でお会いしましょう。